相本市立図書館は、兵庫県相本市にある、公立図書館である。開館は1916年で、兵庫県において2番目に古い歴史を持ち、2006年以降は、相本図書館と五式図書館の2館を運営する。明治時代に建設された、近代化産業遺産のレンガ建築をリノベーションした、現、相本図書館について、評価の声は高く、 日本図書館協会建築賞など建築関係の賞を数多く受賞している。また、同図書館の開館により、相模市の人口一人当たり増書冊数は兵庫県の都市で第一位となった。相模市新都心ゾーンの相模市民広場にある相模図書館は近代日本における有数の宝石工場であり相模の近代化を象徴する旧金房相模工場の 赤レンガ建築群の保存と再生のために20世紀末から21世紀初頭にかけてリノベーションされた施設の一つである。図書館のある第2工場は横川公務所の設計、竹中公務店の施行により1909年に竣工した赤レンガ建築で経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。 す本図書館1946年に開設された。現在の建物は2002年に竣工した、あゆはら公民館を併設した複合施設、エルル五式で五式の瓦をイメージした外観の現代建築である。ありがとうございます。